はい、寺。テラって地球みたいにこう、うん？今完全にさ、ジタンみたいな人だったよね。もうね、そんなね、そんないきなり向かう私ではありませんよ。こういう風にね、宝箱がね、逃さず取っていきたい。ヒュプノクラウン。ヒュプノクラウン。頭。あ、そういえば帰るの忘れてた。マンイーター。どうしようかな。マンイーターとかだって覚えられないよね。魔力下がるし。ビビちゃんはどんな感じ？魔法返し。うん。じゃあこれいくか。アビリティアップ覚えてるっけ？覚えてるか。敷きまーす。あ、え？これ、反射してんの下。ちょっと鼻の下がかゆい。あそこにも宝箱があると。ドラゴンリスト。どうしよう、腕か。魔法、固まらず。骨で作られた闇を半減。いいね。てか待って、ああなるほどね、いいんじゃない。他には、じゃあ向こう側から宝箱取らなきゃいけないのか。綺麗なところ。よし、島なのかなここ。でも寺って、いきなり取れた。あ、いた。こっち向いてんのあれ。え？出ると思わなかった。だって今までさ、何の音さもたもなかったのに。こんなんうろついてんの気持ち悪い。これ何？プリン？え、プリンじゃないよね。ヘクトワイズ。ヘクトってどういう意味？ぐらいかな。催眠術。あー寝ますよね。どうしよう。なんだ、何だっけ。黒魔法だっけ。なー20を使うのか。フェイスって何。あ、これ面白い。そんなのあるんだ。面白いね。今まであったっけ、今までのナンバリングで。私が覚えてないだけかな。何が効くかな。とりあえず、あ、でもバイユも効かなさそうだな。ちょっと最近お気に入りのウォーターで起きて眠らずはね、最近つけてないんすよ。まあエコが寝なかったらいいか。はあ、効くね。いいじゃんいいじゃん。ハイポーションでための吸収。何を吸収するの？ MP。 うわ、結構持っていきますねサラマンタ。あ、マジ？絶技。え、待って、絶技って何？絶技、投げる？どれ？絶技だよね、多分。なんか怖いんですけど。チャクラ。すごいね、これ。呪いやってみる。絶技だったっけ。ちょっと待ってね。すごい。ちゃんと覚えておかないとダメですね、本当に。気持ち悪い。
あー、めっちゃナイスタイミングじゃない？いいじゃないですか。あ、寝ないでね、ベイビーちゃん。ではない、ちょっと長くなりすぎたんでカットしようかな。よいしょ。うわー強い。ありがとう、呪いいいね。ほい、おい待てったら、なんかいざなってんのかな、何を思って。で待ってるもんね、だって完全に。こう周りのキノコみたいなの何なんだろう。はい、行きます。結構広いの。どこに行ったんだ、分かんなくなっちゃったけ。ん、あー、これは何、特に何もない。あよし、行きます。これはなんか蜘蛛の素敵なあれなの。こっちから行ける？ああなるほどね。ミスリルラケットいいですね。でも覚えてない気がする。あ、持ってたやつか。ジャンプする。あ、でも待ってよ、なんか向こうから行った方が、あ、違った。万能薬。あ、何これ。あ、なん、ムーバーか、懐かしいね。懐かしいけどどんなやったか覚えてない。ファイブとかに出てきた気がするけど。上からやっていくか。ひょう、バイオ、あー、いや、あー、バイオでいや。ん？うん、なんでもない。あんま効かないね、やっぱり。あ、盾になった。減ってる。はあ、やめて。ウイルス誰？でも誰か受けてない。ウイルスは嫌。あ、サラマンダーとかやめてください。育てるんだってこの人。え、あ、一匹になった。あ、死んじゃった。サラマンダー。あー、よし、きます。いやー悔しいね。育ててる人がさ、育たないのは。魔人の胸当て、誰だろう。デビルキラーオートポーション。あるのか。あ、そういえば見せてなかったね。これ盗んだやつですね。で、これが、そのイプソンの城に行く前に作ったやつですね。で、アベンジャーがこれですね。
ましょう。君は一体、あなた何も知らないのね。また言われた、何も知らない。ついてくればわかるわ、あなたが何者かもね。そうよね、ジタンは生まれがわかんないんだもんね。なのにみんなにはわからない言葉がわかるっていう、言葉っていうか文字。じゃあここでいよいよジタンが何者かがわかるの。で、ジタンみたいな人だらけだったら面白いね。はい、行きまーす。おお、音楽がやんだ。待って待って。え、出るの？手前に行こうと思ったけど、ここは階段とかじゃないのか。じゃあそのまま上に行きましょう。お、自動ですね。一体ここは何なんだ？今までのところに比べて人工物のように感じられるけど。でも人の気配が感じられない。お帰りなさい。ここがあなたのあるべきところ。その身を捧げる時を待つところ。魂なき村、ブランバル。ん？ウェイ！地震？ムービーだ。なになになに？どうしたどうした。えっ、ああ、え、何、一緒のものなの？確かになんか目みたい。大丈夫？あ、倒れちゃう。大丈夫？あの船ってなんだっけ。あなたは何も知らない。ガーランドが乗ってた船に似てたような気がする。あんな舌がついてなかったっけ。まるで生まれたばかりの赤子のように、自分が何のために生を受け、自分が何のために存在するのか。ちょっとこの辺クロノクロスっぽいですね。それすら分からず、ただ生を存在を主張するように声を上げるだけ。あなたは何も知らない。あ、宝箱。まあしょうがない、もう船、これゲームしてる人だったらしょうがない。ジタン、姫様のことは自分に任せて一刻も早くお休みになられる場所。はいはいはい。ベッドを探すと。あー、いや、これで全然かまへんのですけど。よひ、跳ね返される。とりあえずあの宝箱を取りに行きましょう。あ、なんだ、進んだ。あ、うん、おお、え、もう完全に時短じゃん。うん、しかも髪の色も一緒なんだ。さすがに敵出てこないよね。なあ、お前一体、お前たち何してるんだ。見たところ子供みたい。確かに身長低いね。作られた。はあ、時が来たら我々には魂が注がれる。その時に我々の肉体は成長を始める。あ、ということは、ごめんなさい、チタンは魂を受けてガイアに飛ばされたっていうこと。器としての成長。単性では新しい環境に適応する遺伝情報が多様性を保てない。視覚情報を認識する力を高めることは器として。もう何を言ってるのかさっぱりわかりませんね。ここから出してくれと。
投げる やつですね。青いガイアイアの青い光はテラの文明によって作られた我々の苦痛をもたらす。あ、苦痛っていうのはその感情とか、あの痛い嬉しいみたいな、なんかそんな感じ。うん、なんだこりゃ。え、止めちゃうの。ポーン、ポポーン。そっか、困ってたんだ。はい、あ、ショップ用意しちゃったの、ありがとう。わ、もうまたさ、お金がないんすよ。激戦していかないとやばい。あ、1万6000盗んだんだ。よかった、よくやった時短、マジで。あ、ドラゴンリスト売ってる。高いね。ちょっと待って、私ファイファンってさ、すっごいお金が余るイメージだったんだけど、ファイファンない、いい感じですね、このお金のない感じ。だからこんぐらいが安心する。こんぐらいのお金の持ちようは好きですよ。とりあえずどうしようかな。この辺欲しい。これ一個買って、ビスチェ、これも欲しい、これ欲しい。まあ、でも今体重入れてないから、こっちかな。あー、高いよー、どうしよう。 これ一個買って、これ欲しい。どうしようかな。ちょっと待って、ワクチン買っていいっすか。おっと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 っ、ビスチェ買うか。ビスチェ買おう。あー、買っちゃったよー、お金が。負けて、え、知らない。あー、いいよいいよ。これさ、わざわざ会いに行かないといけないのかな。ちょっとどこに誰がいるとか全然わかんないんだけど、この辺りに横になって休めるとこないか。なぜ休む。あー、あるんだ。この人話したっけ。話したっぽい。なんかあがめてる。あ、そっち階段あったんだ。作ってんの。エリクサーいいね。この間間違えて使っちゃったからね。ジェノム。なんか。なんか、こんな話なの？なんか突然なんか毛色が変わってない？ちょっとこれ読んでますけど、頭には入ってないですね、完全に。何を言ってるんですか状態なんで。なんかさ、何？これ、この四角、三角のやつってなんかグルグストーンに似てますね。なんか、クジャも欲しがってたしさ、これ元に戻るのかな。なんかやっぱり、ここはそういうところなの。お腹すいた。はあ、あ、ベッドだ。そうだね。もう、嫌な予感がするっていうか、もうチタン分かってるんじゃないの？
それよりも何よりもやることがあるからさ、今なんか必死になってるけど。エコかわいいな。変な人ばっかり。ピモピモそう。へえ、すごいね。もうすぐ目を覚ます。この子は特別なんかね。まあね、しょうがないよね、彼だからね。彼、うん、熱々なんだから。あー、さっきのところ、ちょっとなんか今必死だからさ、なんかあんまり考えてないかもしんないけど、うすうすなんか気づいてそう。そういえばさ、なんか昔のことを思い出そうとしたらさ、なんか青い光がどうとかって言ってなかったっけ、ジタン。で、青い光がなんか海っぽいからどうとかみたいなことを言ってたような気がするよ。もう完全にあれですね、もう思い出したの。嵐なんかじゃなかった。飛空艇についた瞳、あれがマダインサリを破壊したの。はいはい、あったね、あったね。おそらくは同じ飛空艇。いや、まあでもね、本当のことだからね。私の故郷も、私の育った城も、そして私の生みの母も、育ての親母も、みんなあの飛空艇に奪われてしまった。だから大丈夫だったの？なんか私もさ、なんかいろいろ巡ってたらすごいなんかクラクラしてきた。何、私なんかこう、何シンクロしてんのこの人たちと。本当に頭がフラフラするんだけど。いやらしいね。私さっきから宝箱気になってるんだって。いつになったら拾わせてくれるんですか。拾わせてくださいよ。はい、エリクサー大事。置いたわしや。あ、休む。さっきテント使ったけど宿屋ないんかなと思ったから。よし、じゃあセーブして地下の研究所に行きますかね。すいません、録画止めてたんですけど。うわー、ダイヤモンド、そんなもんくれるの。でもこれ足りる。うわ、最悪。ちょっと待って、売れるよね。売る。2200。何売ろう。なんかダブってるやつ、ダブってて、なんかもうすごい、まあ、どうでもよさそうなやつを。あ、原石とかは1個売ろう。よいしょ。妙なところに。え、ステルツキン後ろついてきてたの？どうやって入ってきたの？どういう経緯？あ、いましたね。この子だけなんかリボンつけてる気がする。そうかい、そうかい、まったくご丁寧なことで。で、結局これも俺に見せたかったものだってことか。もう理解したよね。理解したくもないけどな、あいにくそこまで間抜けじゃない。こうも自分と同じような尻尾を持ったやつがうようよいるんじゃな。彼らは同じ仲間たち、この地に生きるジェノム。あなたも私も少女も魂があるのかな。ほんとね。
なんか朗読するって決めたけど、なんかそんな気分じゃない。俺は生きてる、魂もある。なのになぜこいつらはこんな風に。あなたが特別？選ばれたから。え、でもみんな待ってるんじゃないの、魂もらえるの。あなたは器以上の役割を与えられただけ。ガーランド？ガーランドって名前はジタンは知ってるんだっけ？プレイヤーだけ？クジャがなんか言ってたかな。ガーランドは星の管理者。彼の使命はテラの民の復活。テラの民じゃないですね。民ですね。魂をどっかから持ってきてるの？あの、なんか召喚してそうなやつがなんか関係あるのかな。この星の光が青から赤に変わるとき。は？テラの目的はガイアの乗っ取りなのか。他に何があるっていうの。老いたテラは新しい星を奪うことによって常に生き続けてきた。そしてその時が訪れると、テラの民の魂がジェノムに宿る。それがテラの民の。なるほど。なるほど。魂だけ残って、体を移り変えることによって常に長らえてるっていうこと？その失敗のためガーランドは長い時を待つ羽目になった。若いガイアが強大な力召喚獣を使いこなすまでの文明を持たぬように監視しながら。あー、なるほどね。脅威だったから。星には魂の循環がある。魂は星に生まれ星に帰る。その循環までをも制御しようとガーランドは考えた。そのためにあなたにも働いてもらうつもりだった。え、待ってんの？